はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回は2020年度後期卒業設計についてお話したいと思います。最近ですね、学生たちが卒研の発表をしました。でその中でちょっと面白いものをピックアップしてお話したいと思います。建築の学生さんでですね、建築デザインにちょっと行き詰まってるとか、卒研何やろうかとか迷ってる方も見ると参考になると思いますので、ぜひ見てください。あ、でこれ宣伝ですけども、最近出した本で木造建築入門の第2版ですね。これ10年以上、出版されています。あとそれから、建築後期スーパー解読術第5版、この2冊が出ました。これ20年以上ですね。こっち10年以上出てますけども、両方とも改訂版が出てます。特にこっちですね、建築後期の最近の改正が、全部入ってますので、これぜひ建築士の受験生はぜひ参考にしてください。で、宣伝終わり。 でこの設定はですね、ある地方都市の新幹線だったかなの駅がこっち側にあって、ロータリーがあって、公園があるんですけど、その公園の施設を作った、設計ですね。でアーチ、大きなアーチを中心にして、で円弧状の壁も持ってきて、で床もレベル差を作ってですね、構成してますね。でこのアーチを使って、このロータリーからこう入っていけるようになってます。これが 3D ですね。こういうアーチとこういうアーチとこういうアーチ、まあ、全体を円弧で構成している形で、なかなかダイナミックな、これ立面ですけど、断面かですけど、まあ、ダイナミックな構成ですね。でこれが平面図で、平面図もですね、3D を上から見たっていう形で作ってますので、まあ、色もなかなかいいと思います。でこれが、渡良瀬遊水地に立つ、施設で、渡良瀬遊水地と、のための展示とか、水に親しむとか、あとホテルですね。こちら側がその、美術館的な、博物館的な施設で、こっちがホテルだったと思いますけども、このように、水の上にですね、こう十字の方向性をつけて、いろんなデッキをレベルを変えて作ることで構成しているということですね。これが、あれですね、模型写真ですかね。でこのようにこうレベルの違うデッキがあって、で一個一個のボリュームもですね、フレームを使ったりガラスを使ったり、いろいろ工夫されてます。でこれが 3D で、これ両側とも遊水地なんですけど、間にこういう、こう道路が走っていて、道路というかこういう土手があって、その両側に、ブリッジをかけて、繋いでるということですね。これが平面図になります。でこれが、模型車ですかね。でこれ 3D ですね。まあ、こういう形で、誇張光を木で、誇張光を白でとか、ちょっと規則性をつけながら、ただし、あまり規則的にすると単調になるので、ちょっと乱しながらやってる形ですね。これが、横浜の、旧、ここに旧商店街があるんですけど、ちょっと廃れてきてるので、ここを再開発するという計画で、ここ、道路が、川を渡るところを開発した。ので全体的にこういう切り妻屋根をこう乱しながら、あと格子ですね、でパターンでやってる感じで、これ 3D ですね。でこれがですね、宇都宮に立つ子どもの施設なんですけども、これ前期後期でつないでやっていて、で、フレームの中にこう自然の形を持ってきて、前期では100人一首で、後期では何だっけな、こう伝説みたいなものをネタにして、この中に入れ込んでいくということをやってますね。でこれが 3D です。まあこうフレームだけだとちょっとつまんないんで、こう自然の造形を中にこう入れ込んできて、あるいははみ出してきてというところが面白いところかなと思います。これが、これ東京オリンピックの競技場ですね。競技場を、リフォームしてですね、ちょっと熊さんに怒られそうですけども、で、下が商業施設で、上が集合住宅に変えちゃったという、まあ、見る人が見るとちょっとふざけてんじゃないかと思うんですけども、まあ、学生の提案ですので、まあ、面白いかなと思って見てましたね。でこれが3D でこうアンダヨの外壁を使ってます。でこうアンダヨの外壁は商業施設の部分で、上に、集合住宅が入ってますね。でこれも 3D ですね。上層階が集合住宅で、下が、商業施設です。でこれが三鷹美術館といって、井の頭公園の中でこう玉川上水が走っていて、それをまたぐように立つ美術館ですね。で、この一個一個がこう4本の
はい、真ん中1本でこれ上に分かれて4本の傘状の円形状の屋根になっていて、そのこの屋根の形がですね、三鷹の鷹のマークを4つ集めてこのトップライトを作って、この全体の一つの単位を作っていると。それを集めていって、全体を構成するということです。で、全体もあの有機的にこう細胞が広がるように広がっていって、で、これ浄水ですけども、それをまたぐようにこう普通のブリッジではなくて円形のブリッジをかけているところが面白いかなと思いますね。で、こう大きい部分はですね、大きい部分はあの鳥の温室で、これ二重螺旋になっていって登っていって降りるという、あのサザエ堂みたいな二重螺旋で、あの昔 の、 あの井の頭動物園の、鳥がいっぱい入ってるあの温室があったんで、それ取り壊されたんで、それのオマージュとしてもあるということですね。なので、あの水族館と動物園のここが共通のチケットで入れるような美術館にしているということですね。で、これが 3D ですね。ここが浄水です。で、これがですね、まあ、あの東北の震災で亡くなられた方の、ここがあのそういう施設でしてね、その下に、避難所を作るということ。これ実はフロートになっていて浮くと、すごいでかい、ちょっとでかすぎんじゃないのっていう話はしたんですけども、でかい施設を作ってます。で、発電所とか学校とか住宅もこの中に入っているということですね。で、これが前期でやったあの上の島の部分ですね。この下にさっきのフロートの部分があると。で、これ全体が浮いてるということなんで、相当水深が深くないとダメなんじゃないっていう話はして、まあリアリティはあんまりないんですけども、ただあの清水建設さんがこういうことをやってて、それいうのを自分でもやってみたかったということでやったみたいです。まあ、清水建設さんのやつももちろんあの、フィクションでやっていますけどね。で、これはこういう球体でこれで結んでいるということですね。で、水を入れたり出したりしてこう浮き沈みを調整するということです。で、これがですね、まあ、基本ホテルですね。ホテルで、高尾の駅の近くに出すホテルで、こっち方向とこっち方向で、構成していると。で、こっち方向に木の、フレームを作って、こっち側にあの木組みの美術館を作ったんですけども、それとこうするようにこれも立っているということですね。で、これが 3D ですね。この木のこの表情とこういうやつ、こっち X 方向と Y 方向をこうぶつけて作っている形になっています。で、これが平面図で、平面図でもこういう形が見えてきてると思います。こういう形がですね。で、これが前期で作った美術館に、こっちが後期で作ったホテルを融合させている形になっています。で、この間に道が通っていて、こっち行くとあの高尾山ですね。で、これも 3D ですね。こういう、木の表情を使って作っているということですね。で、以上で終わりですね。あの、まあ、いろんなあの、アイデアが出てると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、参考になったと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさようなら。